はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日のお昼ご飯です。冷やし中華です。はい。今日暑いんですよね。えー、那覇はもうなんか、えー、今日はもう半袖でもいいぐらいです。はい。はい、えーとですね、実はあ、すごいニュースが入っています。はい、えー、それはですね、浮くですね、うくはい。なんと、浮くで、大量のお星様が発生してますけど、その原因は、 ウクーの方の、グングーンでした。はい。えー、ローの、ローではなく、ウの、ウの、ウの、ぐん、ぐーがね、グングーンと背が伸びるのね、グングーンがね、はい、えー、自国の人たちを、お星様にしているということです。まあ、その証拠のね、えー、あのー、どうの、 動画もございます。はい。えー、飛んで行ってみてくださいませ。はい。えー、まあねー、ひどいですよね、これ。はい。なんと言ったかって言った、あの、あの、変なね、変なね、リーダーですね。う、うの、変なリーダー。はい。なんかね、出てく人はね、星にしても構わないから、やれって言ったそうですね。これ、ひどいですねー。 はい。そして、自分たちが自作自演でやって、すべてそれを炉のせいにするというね。ええー、まあ、とんでもないことが、あ行われています。はい。なんでしょうね、これはね。もう、まあ、あの、ウの、あの人はね、ウのリーのダーはね、はい、ウのリーのダーは、あの、あっち側ですからね、完全に、はい。 えー、半分足を突っ込んでる方のあっち側じゃなくて、完全にあっち側ですから、はい。そういうことなんですよ。はい。今、そういうことで、うの人は、うの人たちは、うのグングーによってね、大量にお星様にされております。はい。そういうことでございます。まあね、これをね、う、えー、じゃなくてね、ロダーって言って報道してるみたいですけどね。 しょうがないですね。まあ、本当は、う,う、が、うがやっているということです。そして、うのリーダーはあー、まあね、食べ物を目の前にしてこういうのもなんですけど、クソですね、クソはい。そう思います。はい。カスですよ、カスはい。カスというやつ。人間のカスでございますね、カスはい。そういうわけでございます。はい。えー、ちなみにね、 えー、まあ、話は関係ありませんけど、こちらのね、チャーシューのように、豚肉か鶏肉のように見えるのは、これ、湯葉のなんちゃって、えー、鶏肉です。はい。湯葉でできてます。はい、えー。台湾のショップで買ってきました。はい。素鳥です。素鳥。はい。<laughs> そういうものがね、台湾にはある,あるから面白いですよね。はい。えー、それをね、えー、日本で食べられる私も幸せです。ということでね。 はい。まあ、そういうことなのでね、えー、あの、大量のお星様にが発生しているのは、炉のせいではなくて、えー、自国のね、自国のね、はい、えー、う、うですね。うのね、えー、ぐんぐんがね、えー、自作自演ということです。はい。まあ、たまったもんじゃないですよね、これね。はい。そういうことでございます。どうにかやめてほしいですよね、これは。はい。 まあ、これで、まあ、多分ね、今回のこれはちょっと、ちょっと長、なんて言ったらいいんだろう。もう一,一度は多分止まると思います。はい。えー、まあ、そういうか感じですね。はい。まあ、そうなのでね、皆さんぜひ見に行ってください。騙されないように。はい。この日は、ああね、 フェイクだったりとか、こうやってね、人のせいにしてね、責任をなすりつけようとしてね、えー、自作自演やってる人もいますからね。はい、そういうことです。はい、それでは皆さんまた素敵なお昼をお過ごしください。沖縄ババでした。